スタートしました。6番のカズミクラーシュ、ワンテンポ遅れてのスタートになりました。先行争いは内から1番パシフィックルート、それを制して間から5番のフォーディアライフ、あとは7枠の2頭、9番ダンスフェイマス、10番アンテロースも上がっていって、内からパシフィックルートがしかし歯の譲らないか。ゴールを通過して1コーナーのカーブに入っていきます。6番のカズミクラーシュは中段馬群の真っ只中といったところで1コーナーから2コーナー、先頭には1番パシフィックルートが立ちました。リードは1馬身ぐらいです。9番ダンスフェイバス2番手、その後ろは3馬身4馬身相手、3番手2頭、4番ブルーウィント、外10番アンテロース、縦長で第2コーナーのカーブです。その後ろさらにまた3、4馬身切れて5番のフォーディアライフ、その後ろ1馬身差12番エコロマーズ、バックストレッチに入りました。その後ろに6番のカズミクラーシュ、前までは10馬身以上あります。残り 1000m 切りました。あと3、4馬身切れて2番の名将ヒューガ、外8番のクリノアドバンス、後方は7番のバルトラウテがいて、3番のガルムキャット、11番ピエナオルフェ最後方、800を切りました。スタートしての 1000m は59秒0というペースです。3コーナーのカーブ坂を徐々に下っていきながら、1番のパシフィックルートに外カズミクラーシュがバックストレッチ3コーナーの手前で並んでいきました。600切りました。3番手に10番のアンテロースになって、その後ろから12番のエコロマーズ進出、内4番のブルーウィンが続いていきます。あとは8番のクリーナーアドバンス、3番のガルムキャットも位置を上げて4コーナーのカーブ400切りました。早くも先頭6番カズミクラーシュ、内で懸命に抵抗する1番のパシフィックルート、4コーナーから直線に向きました。先頭6番カズミクラーシュ、後ろを離しにかかります。2馬身3馬身のリード、2番手は10番のアンテロース、200を切った。外から12番のエコロマーズ、あとは4番のブルーウィン、1番のパシフィックルートは交代、代わって3番ガルムキャットも追い込んでくる。先頭は4番のカズミクラーシュ先頭、12番6番のカズミクラーシュ先頭、カズミクラーシュゴールイン。2番手12番のエコロマーズ、3番手接戦です。3番のガルムキャット